こんにゃにゃちは。家から出たくなくて在宅ワークをするごまこです。今日はですね、8年コツコツメルカリで不要品を売ってきて、これが一番売れんじゃんと思った方法を3つご紹介したいと思います。まず1つ目はですね、訳あり商品です。一見ね、訳ありっていうのは、買ってくれないかなと思って出すのを出品するのをためらっちゃうと思うんですけど、これがね意外と売れます。本当にびっくりするぐらい売れます。例えば服で言ったら、ちょっとね汚れがついてたりとか、ちょっと破けてたりとかしたら、そこをちゃんと写真に撮って、何枚目の写真に傷とか汚れがある写真を載せてますって書いて、でタイトルにも訳あり何々っていう風に書きます。出品画像にもデカデカと訳ありって書いて、訳ありですのでちょっとお安くしてますとか説明文に書いたりすると、意外とこれが売れます。傷とか汚れあるから出すのやめようかなと思ってる人は、訳あり商品としてね出してみてください。これが本当に意外と売れるので。二つ目はまとめ売りです。これはねめちゃくちゃ効果あります。送料も抑えられるし、時短にもなるし、出品する手間も減らせるし、めちゃくちゃいい方法だと思って、ごまこはねこれまとめ売りを結構使ってポンポン売りさばいております。子供のね古着がねいっぱいあるんだったら、一個ずつ出品するんじゃなくて、写真も全部お洋服広げてまとめて撮って、ポンとまとめ売りで出すとね、手間も省けるからめちゃくちゃおすすめです。サイズでまとめて出品したり、ブランドでまとめて出品したりするとね、そのブランド好きなファンとかね、子供服のその同じサイズでいろんなバリエーションで欲しいママさんとかがね買ってくれたりします。子供服まとめ売り130とかそういう感じでタイトルつけて、で説明文に、こちらまとめ売りですので単品より少しお安くしておりますのでお買い得ですよとか説明文に書くと、買ってくれる人もね嬉しい気持ちになるんじゃないかなと思います。まとめてダメならバラしてみて、バラしてダメならまとめてみてとかね、やるとこの商品はまとめて売った方が売れるんだとかね、この商品はバラした方が売れるんだとかわかるので、そうやって実験していくのもいいんじゃないかなと思います。そして最後はめちゃくちゃこれ即効性があります。これはねごまこも最近結構バンバン使ってる手法なんですけど、いいねの機能を使いましょうってことなんですけど、いいねって商品がいいなと思ったらハートマークのいいねボタンがあるんですけど、自分が出した出品ページもいいねが押せちゃうんです。それで他の人がいいね押したら2個とかになるじゃないですか。2個、3個、4個とかね、他の人がいいね押してくれたら、自分以外の誰かがいいねを押したら、そのページのコメント欄、下にね、コメント欄があるんですけど、そこで、この商品はラスト1点です。早い者勝ちです。ってね、コメントを打つと、いいねをしてくれた人にね、通知が行くんですね、そのコメントが。なので、通知をもらった人がそれを見て買ってくれたりとかします。人はラスト1点とか、早い者勝ちって言われると他の人に取られちゃうから早く買わなきゃって思っちゃうらしいんですよ。いいねをしてくれた人にコメントするのはかなり効果がある方法だと思います。なかなか不要品売れないんだよなーとかね、出品してもどうせ売れないから
捨てちゃおうかなとか思ってるものがお金になったりとかするので、よかったらねこの3つの方法試してみてください。それで試してみて売れたよとかいう人はこの動画のコメント欄に書いてください。はい、そんな感じで今日はメルカリでこの方法をやると売れるよという3つの方法を、なんか日本語おかしいね、3つの方法をご紹介しました。この他にもですね、いろいろね、いろんな方法を実験してこの方法売れるなとかいろいろ試してるので、またこの方法良かったよとかいうのがあったら紹介したいと思いますので、チャンネル登録して待っていただけると嬉しいです。普段はですね、このチャンネルでは在宅ワークとかメルカリとか日常のことを発信していますので、よかったらまた次の動画も見てくれると嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。